被告人杉田治さんに伺います。あなたは歌手の涙さゆり、本名田所さゆりさんの弁当にヒ素を混入しましたね。はい、その通りです。その際被告人はハンバーグ弁当とサワラの西京焼き弁当の2種類を差し出し被害者に選ばせましたね。はい、その通りです。ヒ素が検出されたのはハンバーグ弁当だけです。なぜ毒を持ってない弁当、それもサワラの西京焼きという女性が喜びそうなメニューをわざわざ添えたんですか。さゆりはハンバーグが好きなんです。さゆりさんはハンバーグが好きなんです。ハンバーグが好きです。ハンバーグが好きです。ハンバーグが好きです。だから絶対ハンバーグ。はい、ここということはヒ素が入っていないサワラの西京焼き弁当を一緒に差し出すことであたかも被害者に選択する権利と生きる猶予を与えたと見せかけ、確実に選ぶと分かっているハンバーグ弁当に毒を盛り被害者を死に至らしめた。罪の半分を被害者に背負わせようとした計画的犯行とは言いませんか。異議あり。誘導尋問です。異議を認めます。では伺います。さゆりさんは結局どうされましたか。どちらの弁当を選びましたか。ハンバーグ弁当を置かずにサワラの西京焼き弁当を食べました。どういうことでしょうか。だから両方食べたんです。2個食べた。それは違う。それは違う。さゆりの中に弁当を2個食べたという認識はなかったはずです。ハンバーグ弁当はあくまでおかずとして。ハンバーグ弁当にご飯はついてなかった。ついてました。でもハンバーグ弁当のご飯もさゆりにとってはおかずなんです。ハンバーグ、こういう女なんです。さゆりはハンバーグ。裁判長、主食とおかずの認識は人それぞれです。例えばナポリタン、焼きそばなどは少量の場合おかずとして認識されます。ハンバーグ弁当のご飯がおかずということですよ。サワラの西京焼き弁当のおかず、すなわちサワラの西京焼きはどうなんですか。裁判長、お腹が空いてきました。さゆりさんにとってのサワラの西京焼きはご飯ですか。いえ、おかずですね。デザートです。以上です。それでは弁護側の被告人質問どうぞ。緑色の甘い豆が入っていた弁当の話はもうたくさんだ。こんなダラダラした裁判に何の意味があるんですか。初公判から一貫して私は死刑を望んでいるんです。さっさと死刑にしてください。被告人は聞かれたことにだけ答えてください。あと急に大きい声を出さないこと。うわーんってなりますから。そのうわーんってなると彼びっくりするの。大丈夫。あ、そう。ではあなたと被害者田所さゆりさんの出会いについて時期とその場所をできる限り正確にお話しください。8年前の正月です。私は北島三郎大先生の新年会に参加しておりました。八王子です。先生はご存知の通り演歌界の巨星です。次から次に客が訪れ、ファミリーです、ね、私のような弱小プロダクションの人間は末席に追やられ遠くから眺めているだけでした。ここで被告と北島先生の距離感を表すために模型を用意しました。小さいですね。大丈夫、小さいですね。念のためこれは遠近法に即したサイズで実際の身長ではありません。分かってますよ。分かってますから。すごく遠かったという意味ですね。どうぞ。こんなに遠いんじゃ今年も新年のご挨拶はできないなと残念な気持ちで、私は池の鯉に餌をあげると呼んで、そのまま裏口から退席しようと考えました。フェイドアウトですね。その時です。目の前にさゆりが現れたのは強烈なインパクトでした。鯉を丸飲みする女がいるなんて、時価200万とも言われる錦鯉、食べずに売ればいいもの、華奢な体で大胆なことをするなと思いました。調べによると被害者は一月近く飲まず食わずの生活を続け、北島亭の池で水中のプランクトンを食べて上をしのいでいた。見逃して彼女はあなたにそう言いました。いや、喋れますかね。恋を丸飲みした状態で喋れますかね。というか恋を丸飲みできますかね。人は私はどうしていいか分かりませんでした。すると神田にいる北島先生のたまたま発した言葉が聞こえたのです。聞こえますかね。この距離で聞こえますかね。何とおっしゃいましたか。演歌の勘どころは不幸だ。不幸。はい、私には確かにそう聞こえました。演歌の勘どころ、揺らさないでください。遠いですからね。ちょっと揺らしただけで実際ものすごい揺れてますから。もうこんなんですから、こんなんです。
ックライブでありません。見てあげて彼を。びっくりしてるでしょ。びっくりしてないな。でも誰も見てなかったけど足元に手品の残骸が東急ハンズ。大丈夫？大丈夫？あ、そうね、大きい声を出さないで。どうしても出ちゃうときはせめて彼に一言断ってから。はい。被告人は作詞家の藤田孔明氏に宛てた手紙に当時の心境をこう記しています。演歌とは大衆の心を歌うものです。大衆は自分より幸せな者の歌声には耳を貸さない。彼らは常に自分より不幸せな人間を探しています。だから演歌は不幸を歌う、マイナーコードで悲しみを歌う。つまり演歌歌手は常に一般大衆の不幸でなくてはいけない。不幸であればあるほどその歌声は大衆の心をつかむのです。大きい声を出します。もういいやい。弁護人の下半身にいいやい。いいやいまくり。何ですか？何ですかにいいやい。弁護人はパンツ丸見えであります。私の角度からですと歩くたびに尻のプリップリと焼けどし非常に目障りです。ああ、釘付けであります。上半身の緊張感に対し下半身の妙な解放感が真偽を妨げてもらいます。裁判が始まってから脱いだわけではありません。自宅を出るときから私はこのスタイルです。問題があれば入廷する際に注意を受けているはずです。異議ありえない。異議を却下します。だから思い出す気は。ごめんね、今度出したら会計命じますよ。あなたは被害者に声をかけましたね。はい。君、演歌を歌う気はないの？彼女には演歌を歌う資質があると、そう感じたわけですね。彼女は何と答えました？今は歌えないけど興味はあるので2、3日考えさせて。答えられない。この口は恋を飲んでる。この口はなんで私の声だけ。僕はその年田所さゆり改め涙さゆりを歌手デビューに導いています。自ら専属司会者を買って出て地方キャンペーンを回っていることから被告がいかに彼女に入れ込んでいたかが分かると思います。数ある不幸の中でも貧しさほど辛いものはありません。14歳で親に捨てられ、それ以来働くことより食べない道を選んだ女。長い極貧生活が長引き、彼女は今味覚障害と戦っております。誰かこの子に麦茶と麺水の違いを教えてあげてください。それでは歌っていただきましょう。貧乏喧嘩の新生涙さゆり。歌はもちろん希望しているよ。貧乏地区で泣きたくて演歌では久々のミリオンヒットとなりました。翌年の正月、被告は北島邸での新年会に出席しています。八王子ですね。あ、でっかくなっちゃった。裁判長、でっかくなっちゃった。念のため、これは被告と北島先生の距離が縮んだことを遠近法に即して表しています。分かってますよ。急に身長が伸びたわけではありません。分かってますから。少し近づいたという意味でしょう。どうぞ。挨拶こそできませんでしたが、これを励みに被告はハンディキャップ演歌というジャンルを確立しました。しかし問題がありました。ハンディキャップ演歌はハンディキャップ。Yes. つまり不幸の上に成り立っている。Yes. 成功すると彼らは不幸ではなくなってしまう。Yes. あっさりハンディキャップを克服してしまうのです。Yes. ストップストップストップ。同一人物ですか？はい、さゆりです。
さゆりさんはわずか半年で体重が50キロも増えてしまいました。貧乏を売りにしてきたのに売れたら貧乏でなくなってしまう。ハンディキャップ演歌は初めから自己矛盾を抱えていました。あらどうも社長、久しぶり。あーお腹すいた、お腹すいた。ドーン。元気そうじゃないか、さゆり。元気よ、ねえ社長。さゆり、おいしいもの食べたいな。焼肉連れてって。それはいけない。なんで、なんで、なんで、もっぱら行かよ、もっぱら、もっぱら、もっぱら。どうもっぱらですに行ってはいけない。つまんない、これ味しない。かろうじて味覚障害は残っていました。しかし、大衆の心が離れていくのは時間の問題でした。なあ、さゆり。お前最近なんか変わったことないか。見た目的なことはさておき。見た目でしょう。まず見た目の話をしましょうよ。貯金が1000万を超えました。知ってるよ、僕が支払ってるからね。つきましてはステージ衣装を新調してほしいと願います。願いますって、かわいいな。コルチェ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 ボルシチ、やったー。ボルシチはロシアの郷土料理だ。ブランドではない。ボルシチ&カッパーナで願います。さゆり、君は自分がなぜ売れてるのか分かってるのか。ウィス。君は貧乏演歌のプリンセスだ。ウィス。貧乏だから売れたんだ。ひもじい君の、ひもじい君の姿を見て大衆は、あの子もあんなに頑張ってるんだ、明日も頑張ろうって。あとちょっとした移動がだるいので高級車を願います。歩きなさい。君は少し運動した方がいい。ポルシェ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 ポルシチ、スイスイスイ。さゆり大丈夫、自分のことは自分が一番よく分かっておりまする。さゆり、路線変更を余儀なくされておるでござるな。路線変更。ひもじい改め、エロひもじいで願います。エロはどこから持ってきたのかな。やーった、そんな目で見られたら妊娠しちゃうんです。痩せてくれ。こんなことがなぜ言えなかったんですか。言いたかった、でも言えなかった。あんなに美味しそうにマックシェイクを飲んでるさゆりを見たらとても。これマックシェイクじゃないです。え、お好み焼きの生地です。ダフンゴさゆり。このように被害者は被告の心配をよそに増量し続けました。そのことが被告にとって精神的な重荷になっていたことは明らかであります。酌量の余地ありと言わざるを得ません。以上。それは違う。違います。太ったのは彼女のせいじゃない。彼女に歌手デビューの違いはないが、私のせいなんです。しています。私が全て、私の意見だ。意見はまとめて後で伺いますので。それでは検察側の証人喚問に移ります。先ほどお話に出ましたハンディキャップ演歌、ここではその弊害について述べさせていただきます。涙さゆりのひもじくてに続く第2弾シングルでデビューしたのが涙四郎こと西田四郎さんです。今日は証人として奥様を呼んでおります。奥さん、奥さん、お気持ちわかります。奥さん、お座りください。奥さん、奥さん、大丈夫、顎が外れやすいんです。奥さん、お名前を。西田初江です。初江さん、率直に伺います。夫四郎さんはどのようなハンディキャップを抱えてらしたんでしょう。卵アレルギーです。なんだその程度かと思われるでしょう。この中に同じ症状に悩んでる方がいてもおかしくありません。奥さん裁判官に家を見せてください。ご覧ください、この会心の笑顔。涙の一切ないという顔に見えるでしょう。ところがこれ卵を食べた直後の顔なんです。アレルギーがあまりに激しさに顔がこわばって顔面麻痺です。本人的には最悪の顔なんです。もう一枚見せてください。これは死体写真じゃありません。心身ともに充実した、これが本来の四郎さんです。これは最高の勝負顔なんです。さて奥様に伺います。四郎さんと被告人が初めて出会ったのは7年前と記憶しております。ちょうど貧乏演歌が流行っていた頃です。珍しく早い時間に帰宅した主人は
舞い上がっていました。人の石尾さんは周囲にアレルギーのことを打ち明けられず気味悪がられていたそうです。痛い、ごめんなさい。そんなことに発生、驚くなよ。驚くと思うけどでも驚いちゃダメだ。僕だって驚かないよ。なぜなら僕はすでに一度驚いてるからね。ああ驚いたよ。これを聞いて驚かない人間がいたら僕はもう一度驚くことになる。つまり君が驚かなくても僕が驚くから大丈夫。落ち着いて、早く話して。歌手になるんだ。いい、落ち着いて。誰が？僕がさ、スカウトされたんだよ。公園で野良猫に餌をあげていたんだ。猫に触ったの？ごめん、卵アレルギーのことで頭がいっぱいで猫アレルギーのことはすっかり忘れていた。とにかくかゆくてかゆくてシャツを脱いで公園の砂場でゴロ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 していたんだ。そしたら君、歌手になる気はないか？驚いたよ。だって僕はまさにその時歌手になりたいと思っていたんだからね。裸で砂場でゴロゴロしながら。そう、裸で砂場でゴロゴロしながら僕は歌手になる夢を見ていた。いつだってそうさ。アレルギーの症状は僕をなんだか夢見がちな少年に変えてしまう。でも今日に限ってそれは夢じゃなかったんだよ。熱い、落ち着いて。歌手ってあなた何を歌うのよ。アレルギー演歌だ。いい、アレルギー、それは大事という言葉で片付けるには過酷すぎる神様のいたずら。そんなアレルギーをエネルギーに変える男が彗星のごとく現れました。それでは歌っていただきましょう。涙しろアレルギー六本木、張り切ってどうぞ。えい、卵を食べるとアイスが来る。黄色い顔したアイスが来る。精神を蝕むまで時間はかかりませんでした。ついに彼はどうなりましたか？右手に猫、左手に夜空光を抱きかかえ、猫と卵を抱いて正真自殺を図ります。以上です。あいつが殺したんですよ、白人。あいつが、白人を返して。はい、押さえて、彼を押さえて。つけないとですね。それでは弁護側の反対尋問どうぞ。はい、大丈夫ですよ。先生、あなたは旦那さんを心の底から愛していましたか？もちろんです。あの人だけが私の生きがいでした。では伺います。夫の葬儀の後、あなたは被告に電話をしていますね。そうなんですか？あいにく被告は北島邸の新年会に出かけ留守にしていた。ちなみにその年の距離感を模型で表すとこんな感じです。これ、
等身大ですか？等身大ではありません。裁判長、これ等身、なんで見ないんですか？僕の代わりに電話で応対した女性社員を弁護側の証人として呼んでおります。入廷していただいてよろしいですか？問題ないでしょう。あ、失礼します。やだ、なんかすごい法廷。どうぞ。あ、失礼します。浅井さん、どうぞおかけください。あ、失礼します。ご着席ください。失礼します。お名前を。浅井ひとみです。社長の秘書とかやってます。社長のことが好きです。あ、言っちゃった。どうなんだろう、彼女は証人としてどうなんだろう。浅井さん、電話の会話を録音したテープがあるんですよね。はい、なんかお正月で休日出勤でまったりしちゃって、電話の内容とかまでは覚えてないんです。はい、だからだから録音したんです。テープにね。はい、それを今日は持ってきたんだと。うん、それを出してくださいと言っていますよ。はい、証拠として提出するんですね。認めます。しかしまだ初七日過ぎたばかりだし、なあ、せめて尾が上げてから。ふぬけが。そうなんです、この人ずっとこんな調子なんです。あけましておめでとう。晩年の村田先生秀夫の勇姿を君は見たか。糖尿病でさ、足切っちゃってさ、それでも歌ってさ、笑っちゃうよ。あれ、足プラスチックなの。足プラスチックなの。足開きなさい。足開きなさい。しかし、さすがの村田先生も糖尿病の歌は歌ってません。へえ、そこでな。村田先生には思いを込める歌が常にあごめ。おいしょね。船、あとなんかこう強そうなタイプ。足開きなさい。足開きなさい。ハンディキャップな口で、その追悼な精神ことが我々が引き継いでいくべきものなんだぞ。私はね、書いた。うわ、奥さんから出会ってもば、足開いてないじゃないか。素晴らしい出来だ。読もうが。タイトルはズバリ卵焼きだ。不謹慎です。
です。死んでくれたほっとした。夫の生前から藤田先生とは不倫してました。朝晩彼に卵を食べさせたのも私です。皆さんが思っている通り私がからあらあらあら卵それは違うよ奥さん旦那さんを殺したのは私だ杉田さん自殺なんかじゃないんだなぜなら彼の卵アレルギーはとっくに完治していたんですはいなんか大学病院の皮膚科の先生がたまたま僕のファンみたいで特別に海外から薬を取り寄せてくれたんです治っちゃったのか猫アレルギーはいなんか薬飲んだら体質変わっちゃったみたいで治っちゃいました治っちゃったのか。そっか、ふざけんなよ。何はどうもあれよかった、ふざけんなよ。治ったことは公表しなきゃバレないから、しばらくはアレルギー炎下で。もうブログに書いちゃいました。ふざけんなよ。なぜだ、なぜ呼吸してしまうんだ。君からアレルギーを取ったら何が残る。君が売れたのはアレルギーのおかげだろ。帰れ。ごめん。ダメだ、ダメだ。新たなハンディキャップを、新たな服を背負わせなくては。というわけなんです。え、何が？異国演歌を歌ってほしかったのはあんたじゃなくて旦那の方だ。あの夜合鍵を使ってマンションに忍び込み、私はあんたの帰りを待っていた。寝室のクローゼットの中で灯油缶を抱いて。ちょっと待って、あんた私を殺すつもりだったの？四郎君は奥さんを愛していた。彼にとっての一番の不幸は最愛の妻を失うことだと思ったの。裁判長、被告の証言には裏付けになる証拠がありません。証人の罪をかぶろうとしているか混乱して嘘の証言。私は冷静です。邪魔しないでください。異議を却下します。続けてください。足が見えたんです。クローゼットのこの何ですか。隙間ですね。隙間じゃないでしょ。あ、隙間だ。綺麗な足でした。思わずかじりつきたくなるような美脚でした。それが二度三度と目の前を通り過ぎました。私が足べちだったら思わずその透き通るような白さに心を奪われていたでしょう。足首からふくらはぎへと流れる緩やかなラインは芸術的で、私が足の描写も結構です。奥さんちょっと入っちゃってますから。絶対綺麗になってよ。おい被告人の証言を聞きましょう。そう、美脚に気を取られている場合じゃない。美脚の持ち主が寝室を出た隙に私は床に灯油を撒いてマッチを吸った。その時です。ああさっぱりした。ああさっぱりした。さーて、ニーレア、ニーレア。熱っ！美脚だったばっかりに四郎さんはあなたに殺されたんだ。私は所属する家事が幸せになるのが許せなかった。ずっとずっと不幸せでいてほしかったんです。違うんです。社長はシロさんやさゆりさんのことを本気で愛しました。だからこそ人気を長くキープするためにやむにやまれず。ダメだよ、ダメ。あいつらが幸せになっちゃうと俺が儲かんねえんだよ。やめてください、気持ち悪い。いや、やめない。金のためなら手段を選ばない鬼社長だ。私は救い上げておいて突き落とし、自力で這い上がってきたらまた突き落とす。死んだ方がいいんだ。私みたいな人間は生きてる資格なくない。社長、あんた綺麗。バカ、死刑請求はしません。あなたが死刑を望んでいる限り。どうして。我々検事の仕事は被告の願いを叶えることじゃない、罰することだ。あなたにとって死刑は刑罰にならない。仮に死刑判決が下ったら死刑囚演歌でも歌うつもりだろ、この鼻で。そんな、さすがの私も。歌わせない。そんな歌わせないよ。今後の審議であなたの罪がどんなに重くなったって終身刑止まりだ。虫かごの中で幸せに暮らしてもらいます。弁護士さん、私は死刑廃止論者です。担当する事件で死刑判決が出たらそれは私が引退する日です。初めて意見が合いましたね。あれ、それでは弁護側の証人に対する検察側からの反対尋問。あ、はい。あれ、特にないですか。あ、いや、ちょっと、あ、パンツ変えたでしょ。変えてないです。あんたじゃないよ。パンツを変えたでしょ。え、裁判長、弁護人のパンツがさっきと違います。さっきは淡いピンクだったのに
今は薄いオレンジというかベージュっぽいのを履いています。それは反対尋問ですか？いや違います、違います。なんで着替えたのか気になって、ね、弁護人前へ。はい。後ろを向いてください。上着を少し上へ。皆さんお気づきになりましたか？私はずっと隣におりましたが変わってるようには見えません。変わってるでしょ、全然違うよ。見てたでしょ、あんた見て、誰か見てましたよね、見てましたね。こんなこともあるかと思って私さっき撮ったんです、カメラに向かい方使ったでしょ。あれ僕ですよ、ほらピンク色、さっきピンク色だった、ほらこれがさっきのね、間違えたでしょ、ほらほらこれオレンジ、オレンジピンク、オレンジピンク変えたでしょ。変えましたけど。よし、それが何か。何かじゃないよ、パンツを変えるということは一旦脱いだということですよ。この法廷でさらけ出したということですよ。謹慎だと思いませんか皆さん、証人喚問の最中ですよ。というかパンツの色が変わったことに気づくほどあなたは私のお尻を見てたってことですよね、証人喚問の最中に。いやいやいや、いつの間にと。やめろ、来たくれだ、来たくれだ、来たくれだ、来たくれ。これだけ人がいて検事しか気づかないってことはそういうことになりますね。いや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 、検察側は弁護人の資料を必要以上に見ないように。だって撮影を控える。どうしても撮りたいときは彼に一言断ってから。いません、参った、これじゃ私が変態みたいだ。まだ喋ってるだろうが。大体ね、弁護人がズボンを離れて法廷に入ってるの。決断の話はもういいだろう、そんなに決断か。そういうことじゃなくて、法廷なんかね、間違いだらけ。例えばこれ、これね、これ叩いてんの豚肉だよ。誰かを通りでいつもと音が違うと思ってました。あ、そう。でもなんで。筋を切るのよ、豚肉が柔らかくなるのよ。あ、そう。ほら、みんな気づいていたよ。あんたは全く気づきませんでした。弁護士のケツばっか見てるからだよ。すいません、では浅井さんに伺います。あなたちゃんと喋れよ。総勢何名のアーティストがいらっしゃったんでしょうか。デビュー前の下積みさんを入れると12、3人かな。あ、皆さんハンディキャップを抱えてらしたわけですよね。全員デビューしたんでしょうか。いいえ、中には目が出なかった人も。ハンディキャップがあればいいってわけじゃないんです。例えば言えばマグロ。そう、マグロです。ご覧の通り清さんは海の男、近海マグロ船の漁師です。マグロ、はい、やはり海と演歌は切っても切れない関係ですよね。
親父の海、兄弟船、あと津軽海峡冬景色、それからマグロ、マグロはもう結構ですよ。マグロ、うん、そんな清さんもご多分に漏れずハンディキャップを背負って生きてきました。つまり何ですか？船酔い。船酔いです。笑い事じゃありませんよ。三半規管の障害で漁に出れないんです。たまに調子がいいなと思って船に乗っても5分と持ちません。デッキに横たわるその姿はまるで違う、あれ違う、アマグロ。そう、その通り。いいですよ、流れいいですよ。さあ、清さん、ちなみにお伺いします、好きな食べ物は何ですか？シリアシリアシリアルという食べ物が好きですね。全般ですか？シリアル全般。そうですか。じゃあ、ついでに聞きます、嫌いな食べ物は？マグロ。マグロが嫌いなんです。ね、マグロのどこが嫌い？色。見た目が嫌なんですよ。話読みなんない。あ、でも清ね、一回食べたことある。あ、そうですか。お寿司屋さんか何かで。うん、シーチキン。缶詰です。ね、お寿司屋さんで缶詰です。海の近くに住んでるメリットがまるでないんです、この方は。こんな方に質問ある方いますか？得意なモノマネを一つ。じゃがいももかい。森進一さんだと思います。宝物は何ですか？ビー玉。その髪型は何カットですか？何カットだろうね。もう結構です。一問一答はもう結構です。かわいそうです。こんなかわいそうな清さんがなぜ歌手デビューに至らなかったのか、被告人にご説明いただきたい。努力はしたんです。船酔い演歌というのも考えた。ただ彼自身がそれをハンディキャップと感じていないんです。そうなんですか？そうね、清はマグロに命をかけてないからね。マグロ嫌いなんだもんね。清はダーツが好き。私も好きです、ダーツ。そうなの、今度やろうか。あ、はい。100円くれよ。100円。入れてくれ、入れてくれ。こんなかわいそうな清さんにあなたはデュエットを進めましたね。はい、同じようにデビューが決まっていない女の子がいたんで抱き合わせて売り出す。その女の子というのが次の証人です。あ、どうぞ。リオ、私ハマったよ。リオ、皆さん、あちらお座りください。ネフがついてないじゃない。結構ですよ。お名前と出身地を。ナミラ・ハイネケン、アムステルダム。え、外人だから、オーランダ人だから。ハイネケン、肌が白いだから。ロシア人間違わレッドケルダム。あ、ごめんなさいね。オーランダ人なのだから。間違うないでほしい。オランダ生まれのハイネケンさん、オフィス涙に所属したいきさつ。私はオランダ人だけれども肌が白いだから。日本ではロシア人っていう嘘をついて働いただけど、ひどくいじめられただから。日本は島国だから、お前らは国籍のことわからないだから。ロシア人、オランダ人のことすごく嫌いだから、すぐ差別するね。国際問題ですよ皆さん。差別深刻だから。ロシア人ひどいこと言うね。何と言われましたか？うんこが臭いって言うでよ。マグロ。結構です。それが排出だからしょうがないでよ。排出なんですか？当たり前でよ。別にオーランダ人うんこ臭くないよ。ハイネケン、オーランダでもうんこ臭いで有名だったからね。ロシア人に言われるまでもなくても自分が一番分かってるだからね。実際すごく臭いだからね。笑わないでほしい。国際問題ではなかったです。うん、国際問題ですね。ここで笑ってほしい。裁判長、なんだかとても不快なのは私だけでしょう。もう少しだけお付き合いください。いいですよ、流れいいですよ。病院行こう思ったんですけど恥ずかしいだから。ベリケーティングの部分だろ。ハイネケン結構愛だから、そらないと見えないでよ。え、そんならパイパンだよ、恥ずかしいでよ。間違ってたらすいません。臭いのは女性器ですか？そうだよ、うんこのことだよ。うんこじゃないかもしれませんね、キュウさん。マグロ。落ち着いて考えましょう。女性器ですよ。ごめんなさい、うんの魔法に出るだからね。日本は難しいね。ほっとしましたよ。うん、国際問題、改め国際問題だよ。どうりで受けが今一だから思った。
の次のデュエット、それでは歌っていただきましょう。ヒロシカットハイネケンでオラスターマグロ。俺は夢に弱い、私肌が白い、俺はマグロが苦手、だからこそ味に嫌い、マグロ天の白味、マグロ天の白味、ロシア人、マグロ天ロシア人、マグロ天ロシア人、名曲をレコーディングまでして被告人はなぜ世に出せなかったのか、さっきから怖くて裁判長の目が見れない私ですが、説明いただきたい。いや被告人、被告人もう被告で十分だろ。うんことも許したせん、何でもありだよ。じゃあ被告人、バタバタしてたんです。専属契約をして彼ら清志庵のハイネケンの売り出し方を事務所で話し合ってる時、デブだよデブだよデブが通るよ、専属デブのお出ました、焼肉のタレだよ。荒れてるな、さゆり。荒れてるよ。今日のさゆりは荒れ模様でござんすよ。お給料が何ヶ月も振り込まれないんだもの。私だって辛いんだよ。でもさゆり、貧乏が君のチャームポイントだろ。ずっと言ってることだよ。だったらせめて新曲を出して、新曲願いも。もうすぐだ。作詞は藤田先生に頼んである。もうじき書き上がるんだ。書けるわけないよ。先生、メリークリスマス。びっくりした。あら、写真みたいな体でね、気持ちいい気持ちいい言われてもリアリティがない、共感できないんだよ。そこをなんとか、さゆりも努力はしてるんです。喧嘩ダイエットというのをね、さゆり始めたでござるよ、社長。喧嘩ダイエットです、喧嘩ダイエット。腕っぷしの強い男に喧嘩を売るんですが、やんのかこらっつってね、売っておいて手は出さないんです。相手はボン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 殴ってきますな、ボン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 ね。この時点でね、だいたいこれ800キロカロリー消費しますな。殴られるだけでね、さすがに相手もかわいそうになって、お詫びに飯でもどうだいって話になりますな。そこでさっと焼き肉屋の割引券を出すんです。さっとさっと、これは効きますよ。これでさゆりはただで焼肉が腹いっぱい食えるという寸法でございます。途中で目的見失ってます。店に入るとまず単勝が出てまいります。あ、続きがね。あ、これね、見て見て見て、これあのパンツの中で幼虫飼ってるの。この子がすごくあの寒がり、あのどんどんさゆりの中に入ってきちゃう。入ってくると思わずわって声が出ちまう。この話やめる。感傷はこれレモン汁でいただきますな。このレモン汁を相手が油断した隙に右手の左足と右足で持ってピッと目に引っ掛ける。うおーっつってのたうき回ってる隙に感傷は全部さゆりの中に収納されているという寸法でございます。さあどうでしょう、どうでしょう。続きはウェブでどうでしょう。喧嘩ダイエット、サイロリンの勝ち、やったー。おー、たくさんだよ。ちょっとふざけんなよ、こいつなんか。自業自得だよ。お前なんか俺が拾ってやらなきゃのたれ死にしてたんだぞ。みんなそうだろ。おい、隠しか、あんたが人間生活できてる誰のおかげだ。俺だよ。お前みたいな中層と女が新人衛生に通うのもみんな俺のおかげだ。イチャイチャするさ。もう嫌だ。どいつもこいつも俺に正義じゃねえだ。一人とかの使い子だ。今すぐ出て行け。いや、よく言った。よく言いましたよ。気の小さい社長が初めて本音を言ったんです。言えませんでした。え、今は勢いで言っちゃったけど、ごめんね。あの時は言えなかった。私、中卒じゃないでくる。高校中退。なぜ言えなかったんですか。その言葉はそのまま自分に返ってくるんです。私がやってこれたのは自分の力じゃない、さゆりや四郎君や専属歌手のおかげだ。彼らがいなかったら私なんて一銭の価値もない。いまだに北島邸の新年会で顔を覚えてもらうことなく、演歌会の末端で買いつくばって言っていくしかないな。どうしました。
北島先生が等身大です。さらに近づいたという意味です。距離もですが質感もだいぶリアルになってます。もはや人間です。これていうかよく見たら北島三郎じゃないな、おばさんだ。警察側は審議に集中するように。だってすごくよくできてるから。これ触ってもいいですか。構いませんよ。あ、失礼します。これすごい。なんか樹脂が入ってるんですかね。触ってみてくださいよ。ほら、コリコリする。すいません、人形でした。それでは弁護側の最終弁論に入ります。おさむ姉ちゃん。お姉さん、杉田敏子さん、最後の証人です。びっくりした。まず人間だったことにびっくりだ。そして肉親だったことにびっくりだ。それより何より、清さんが私の席でジャンプ読んでるのが超びっくりだ。ナルト、ご期待するってばよ。ちゃんとしましょうよ。ここは法廷だよ。よく入りましょうや。また今度。お前ちょっと清さん、検察官は法廷に漫画持ち込まないように。あれ、私だけ怒られた。だから私ばっかり怒られるのも大変しようかな。最終弁論でよろしいですか。無視だ。はい、私緊張すると何を言い出すかわからないので手紙を書いてきました。読んでいいですか。構いません、どうぞ。私はレズビアンです。だから弟は死刑にしてください。風薫る5月の空に恋のぼり舞う今日この頃、皆々様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。あれあれあれ、どうしちゃったのか。聞きましょう。わが帰ってきたから黙って聞きましょう。おさむは優しい子です。そして今の世の中を生きるには弱すぎる子です。昔からそうでした。給食費を盗まれたことを先生にも打ち明けられないような子でした。後で親が問い詰めると、盗んだ人が傷つくから黙っていたとあの子は答えました。私は、私が盗んだとはとても言えず、後でこっそりおっぱいを触らせてあげました。そんな仲のいい兄弟でした。もういいよ姉さん。自分を犠牲にしても他人の幸せを願う子でした。この度弟が起こした事件についてもそうです。私はレズビアンです。もちろん被害者のお二人、そしてご遺族にはお詫びの言葉もございません。でもこれだけは分かってください。もういいって。この子は、おさむは変わろうとしていたんです。あれは去年の夏、さゆりさんが亡くなる5日ほど前でした。珍しくおさむが実家に帰ってきました。私はレズビアンです。ちょうど縁側で梅干しを作っていました。姉さん。あら、どうもお久しぶりです。お久しぶりです。今日は会ってほしい人がいるんだ。入れよ。さゆりだよ、知ってるだろ。もちろんテレビで何度かお見かけしていましたが、もっとぽっちゃりした印象を持っていたのですぐには分かりませんでした。やめなさい。僕ね、こいつと結婚することにした。あら、おめでとうございます。親父とおふくろに報告してくるよ。弟がお線香をあげに行っている間、私たちは二人きりでした。これ、なんでござるか。梅干しを毎年作ってんの、食べてみる。酸っぱいのね。酸っぱいのはわかんのね。味覚障害っておっしゃってたからテレビで。はい、もう一個。酸っぱいね、たまんねえな。社長には内緒にしてほしいと願いも。
るんです、味わかるんです、酸いも甘いもわかるんです、うん、なのに社長、最近さゆりの食べ物に毒を盛るんです。毒？わからないと思って毒を盛るんです。盛るでござる。まあだからこんな痩せちゃったな。悪気はないです。その証拠に、例えば毒を盛ったシュークリームを出すのは、必ず毒を持ってないバームクーヘンも一緒に出すんです。メジャーみたいなやつね、知ってるよ。それが社長の優しさなんです。優しいのかな。バームクーヘンに毒盛るとあれ穴開いてるからね、毒落ちちゃうよ。さゆりは両方食べるんです。あ、そう。社長の優しさで毒消えろ、毒消えろと願いながら食べなきゃいいのに。食べるしかないんです。だって社長に拾われなかったら、さゆりはシュークリームもバームクーヘンも、シュークリームもバームクーヘンも食べられなかったんです。もうやっと。あの時すぐに通報していれば、あるいはさゆりさんは助かったかもしれません。しかし弟の最後の言葉がそれを許しませんでした。演歌の世界にはね、幸せという魔物が住んでいるんだ。姉さん、僕はその魔物と戦ってきた。だけどキリがない。魔物は人間をいとも簡単に飲み込んでしまうからね。飲み込まれたらもうこの世界では生きていけない。大衆は口を揃えてこう言うんだ。なんか遠くへ行っちゃった気がする。そう、遠近法なんだよ。ほら、他人が幸せになるとさ、その分自分が不幸になったような気がするだろ。遠近法なんだよ。他人の結婚式に出るとさ、その分自分の婚期が遠のいたような気がするだろ。ごめん、姉ちゃんレズだからわからねえ。レズか、いいな。レズだ。ノーマルな人間は大変だよ、飲み込まれちゃうからね。僕はさゆりと結婚する。おめでとうございます。だけど飲み込まれない。なぜなら近い将来僕らはものすごい不幸になるんだ。でけえ鼻だな。もういいよ。不幸がたたってもうこの世にはいないかもしれない。でもそんなのはどうでもいいんです。歌手がいなくても歌は残ります。歌は世につれ、世は歌につれ。なぜなら演歌の勘どころは不幸なのですから。それでは歌っていただきましょう。被告人よ、被告人、あんたは偉い、よくやった。誰もあんたを裁けない。主文、被告人杉田治を死刑に処します。
やっただ。北島先生、私はこの手につかみましたよ。演歌の勘どころってやつを。遅いな。いや待て。この世で最後に接する人間、それが死刑執行人だ。私のようなクズでも命に変わりはない。直接手を下すのは辛かろう。まあ、ある意味この世で一番不幸な人間かもしれないな。優しく迎え入れてやるんだ。優しく。お前かよ。はい、自分が死刑を執行します。君喋れるんだね。いや面白かったっすね、今日の裁判。本当にあっという間でしたよ。本当にもう眠くなんなかったもん。本当にやけに軽いな君。いやもう大変でしょうね。よくテンションも落ちますよね。俺も集中切れちゃう。集中切れちゃうからさ。君は喋らない方がいいタイプだな。あ、いやでも今日切れなかった。集中一回も。本当に。ああ、もうさっさとやってくれないか。いや、ちょっと今4時21分でしょ。俺後で報告するんですよ。ここはね、切りのいいところで一つ。4時24分にガッといきますんで。ガッと一つ。なんでだよ。もう4時4分。ガッと。4月24日俺の誕生日。そんなの関係ないだろ。おいおい、なぜ急に黙る。いや、あと2分半あるから。え、喋った方がいいっすか。どっちでもいいよ。めんどくせえ。あ、そう、今日はずっと考えてたんですよ。裁判中集中切れちゃって。切れたんじゃないか。ああ、なんだっけ、これ北島三郎のこれ演歌のなんてなかんてな。演歌の勘どころは不幸だ。そう。それなんですけど、俺やっぱ空耳だと思う。空耳？うん。例えば北島三郎家の庭って広いっすか？おー、広いよ。ね、やっぱり広い。ってことは当然縁側にはこうサンダル、つっかけ、あ、ほれパート庭に出るようなありますよね。よく覚えてないが、あってもおかしくないな。ありますよね。玄関にもサンダルありますよね。縁側にもある。で、北島三郎って人はその2つを区別したい人なわけなんですよ。どうしても玄関用と縁側用。わかります。ああ、まあ確かにそういうところあるな。それがどうした。ところが新年会だから、もうみんな酒入ってからもうごっちゃになっちゃうわけ。玄関から出てったやつが縁側から帰ってきちゃったりするわけ。玄関から山川豊が出てったと思ったら縁側から鳥羽一郎が帰ってきちゃったりするわけ。それはいいじゃないか。もうごっちゃになってんすよ。もうそれ親父は許せないわけ。もうだからそっちのサンダルお前抜く。でも我慢するわけ親父は。もう正月だから。でパッと見たら縁側にダーッと玄関用のサンダルが縁側に5個も6個も並んじゃうわけ。もう限界。そん時山本譲二一番弟子が玄関用のサンダル履いたまんま縁側から帰ってきちゃうわけ。それ見た親父譲二、ここよく聞いておいてください。玄関のサンダルは向こうだ。